我が名はサブノック。己が信念に命を落とする騎士なり。帰る、急がないとウッドローさんが。分かってる、邪魔するって言うなら力ずくでもここを通してもらうぞ。参られよ少年。飛行の信念と我の信念、どちらがより強固か戦いによって証明しようぞ。貴様らはここで刀の錆となるのだ。はっ、聞かぬわ。こいつかなりガードが硬いな。一度防御されるとほとんどの攻撃が当たらねえ。ここは引かぬわ。見切った。ここから一気に畳みかけましょう。引かぬわ。見切った。頑張って。はっ、テッテッヒール。はっ、テッテッ。頑張って。暗いな。はっ、テッテッ。まだまだこれからだ。よし、先へ進むぞ。ぐわー、ウッドロー。お前はバルバトス。おお、また会ったな、小僧。帰ると言ったが、貴様とは妙な縁があるらしい。お前がウッドローさんを。クソ、許さないぞ、絶対。俺の目的は達した。あとはあの女が勝手にすること。さらばだ、帰る。誰のことだ。大丈夫か、しっかりしろ、ウッドロー。傷は深いが、かろうじて急所は外れている。大丈夫だ、これなら助かる。おい、早く医者を呼んでこい。フィリアさんに続いてウッドローさんまで。このままでは時の流れに大きな歪みが生じて。まさかこれは全部あの人の仕業なの？だとしたら何だというのかしら、リアラ。なるほど、実に彼らしい。どんな英雄であれ容赦はしないということか。あの時素直にレンズを渡していれば、こんな目に遭わずに済んだもの。エルレイン、あなたは間違っているわ。こんなやり方で人々は救いはしない。ではお前はどうするの。未だに何も見出せないお前に救いが語れるとでも言うのか。それはどうなってんだ。なんでエルレインがここに。それにリアラ、どうして君はエルレインのことを。わかんねえことだらけだが、一つだけはっきりしてることがあるぜ。それはあの女が黒幕だってことだ。いくぞ、覚悟しろエルレイン。こいつ、エルレイン様には指一本触れさせん。ならば、ガッ、ジューダース、ロビー。人々の救いは神の願い。それを邪魔する者は誰であれ容赦はしない。やめて、エルレイ。私を止めることは誰にもできはしない。そう、たとえお前でもだ、リアラ。私にはまだここで果たすべき使命が。未だに何も見出せぬ者にここにいる意味はない。帰るがよい、弱き者よ。リアラー、リアラー、帰る、リアラー。追うぞ。
きて、起きて、起きて、カイル、起きて。リアラ、気がついた。カイル、あれ、ここはって、そうだ、エルレインはもういないわ。いえ、私たちがいなくなったというのが正しいのかしら。俺たちがいなくなった。あれ、ロニーたちは？多分私たちとは別の場所に飛ばされたんだと思うわ。飛ばされたって、エルレインにか？こうしちゃいられない。とにかくロニーたちを探さなくちゃ。ええ、そうね。今でも夢を見てるみたいだよ。あのエルレインがバルバトスと仲間で、しかもウッドローさんをあんな目に遭わせるなんてさ。うん。でもどうしてあんなことを。あのね、カイル。って、そんなの考えたってわかるわけないか。とにかく今はロニとジューダスを探そうね、リアラ。え、あ、うん、そうね。ここってアイグレッテじゃん。リアラ、俺たちついてるぜ。知らないところに飛ばされたわけじゃなかったんだ。あれ、だけどなんか雰囲気違わない？10年も経てばこのぐらい変わるわ。え？落ち着いて聞いて、カイル。私たちはエルレインの力で飛ばされてしまったの。未来に。カイルたちがいた時代から10年後の未来に。は？もう冗談きついな、リアラは。やっぱり信じてくれないよね。でも確かにここは10年後なの。しばらくしたらわかると思うわ。リアラ？なんだよ、あれ。オルトナ神のご降臨を祝して、アイグレッテ勇士一同。なんだよこれ、こんな像この前来た時にはなかったよな。なくて当たり前よ。この像ができたのはカイルたちのいた時代から少し後なの。じゃあリアラの言ってたことは本当に。そう、ここはカイルたちのいた時代から10年後の世界よ。あの時エルレインが使ったのは私を未来へと飛ばす力。みんなはそれに巻き込まれてしまったの。だってエルレインはアドモニ診断の偉い人だろ。どうしてリアラを。それにさ、フォルトナ神のご降臨を祝してって一体どういうこと。言葉通りよ。この時代には神様がいるの。フォルトナ神という神様が。そんな、だってみんなそんなことは一言も。当たり前のことだからみんな言わないだけよ。本当に神は降臨したの。そんな。ねえ、この世界に神様がいるって本当なの？当たり前じゃないか。それがどうかしたのかい？嘘。ねえあなた、急がないと出産式に遅れてしまうわ。ああそうだね、要はそれだけかい坊や。あ、はい。あなた急がないと間に合いませんよ。司教様は時間にうるさい方だからな。ましてや出産式ならなおさらだ。大神殿に急ごう。この世界には本当に神様がいるのか。出産式か、ちょうどいいかもしれない。ねえカイル、私たちもあの人たちと一緒に出産式に出てみない？え？それに出ればこの世界がどんなところか分かってもらえると思うから。
準備はよろしいですね。ではこれより出産式を始めます。出産ってここって神殿だよね。しかもお医者さんいないじゃん。静かに、式の最中なんだよ。ごめんなさい。大いなる神フォルトナよ、あなたの御力をお借りして今新しい命をここに。おめでと。見た？リアラ、パーッと光ったら赤ん坊がいるなんて、まるで手品みたいじゃん。あ、静かにですね。では改めて、おめでとうございます。無事出産できましたよ。ありがとうございます。痛みもなくとても楽でした。これがあなたの子供です。はい、ありがとうございます。ここではこうして神の力を借りて出産をするの。無痛で産後の病気の心配もない、最も安全な出産法なのよ。安全ね。でもさ、なんか二人ともあんまり嬉しそうじゃないね。そうね。ではこの子の名前ですが、慣例通り J237 になります。 J237 は3年間の初期保育期間終了後、二人に引き渡されます。 J237？ それが名前なの？出産式の最中ですので静粛に願います。はい。では改めておめでとう。 E102、 そして G113 よ。なあリアラ、 J237 ってなんだよ。それに保育機関がどうこうって。この町では人は名前ではなく番号で管理されているの。生まれた順に番号がつくのよ。そして3年間の初期保育期間の後、初めて親に引き渡されるの。3年間？生まれたばっかりなのに3年も一緒に暮らせないの？でもね、初期保育は専門の人がちゃんとやってくれるのよ。人格、身体ともに何の問題もない子供が育つの。そうなのか。でもさ、それって絶対に変だよね。あんたもそう思うだろ？ごめんね、この町にまともな人間がいるとは思ってもみなかったからさ、嬉しくなってついね。ちょいと薬を買いに久しぶりに来てみたんだけど、相変わらずこの町は変だよね。赤ちゃんが生まれたのにあんなに平然としてる親なんて、私の村じゃ考えられないよ。ほんとほんと、もっとやったぞとかって喜ぶもんだよね。苦労が何にもないからここの連中はあんまり喜べないのかもね。赤ちゃんを産むのってさ、そりゃ大変なことなんだよ。下手すりゃ命に関わることだってあるけど、ここの連中は生まれる前も生まれた後もフォルトナ診断が全部手取り足取りやってくれるからさ。でもその方が危なくないし、結果として親も生まれた子も幸せになるから。本気で言ってるの、リアラ？だってそれじゃあ。リアラ？ねえ、あんたたちもしかしてカイルとリアラかい？え？どうして俺たちの名前を？じゃあ、あいつらが言ってたのは本当のことだったのか。いやね、私の村にこの前見慣れない格好をした変な二人組がやってきたんだよ。あんたたちの名前を出して見かけなかったかって探してたんだ。
おまけにここはどこだだの、エルレインに飛ばされただの、わけのわかんないことばっかり言っててさ。それってロニとジューダスだわ。ねえ、二人は今どこにいるの？私の村にいるよ。一緒に来れば会えるけど、来るかい？もちろん。じゃあ決まりだ。そうとなったらとっとと動こうか。こんな辛気臭い町早く出たいしね。と、自己紹介がまだだったね。私はナナリー、ホープタウンのナナリーさ。よろしく。ホープタウン？それって村の名前？そう、こっから船に乗ってチェリクを越えた先にある村さ。ちょっとした旅になっちまうけど、まあ道中よろしくね。こっちこそよろしく、ナナリー。ロニー、元気でやってるかな？やっぱり心配？うん。だってさ、いきなり知らない世界に飛ばされちゃったら誰だってビビる。あの最低男のことだったら心配いらないよ。私の女友達にちょっかい出しまくって迷惑してるとこさ。やっぱり心配？全然。一生番号で呼ばれるなんて、俺なんかやだな。なんでそんなことするんだろう。あいつらが言うには管理がしやすいからだってさ。名前だと同姓同名ができたり、似たような名前があったりで管理しにくいんだって。俺から見れば数字の方がずっと間違いやすいと思うけどな。ほら、数字がいっぱい並んでるの見ると頭が痛くなるじゃん。いいね、あんた。私もあんたと同じ意見だよ。英雄になった時も AUK308 とかじゃカッコつかないもんな。ねえ、おじさん、チェリク行きの船のチケット残ってる？あったら3枚欲しいんだけど。チェリク行きですね。3枚で480ガルドに。ところで、あなた方本気でカルバレースに行くつもりですか？うん、そのつもりだけど、なんかあるの？いえ、あの辺りにはフォルツナ神様のご意向に従わない粗暴な者たちが多くいるのです。くれぐれもお気をつけて、神のご加護があらんこと。粗暴ってもしかしてナナリーたちのことか？ずいぶん失礼だな、あいつ。いいんだよカエル、好き勝手言わせておきなよ。神様のご意向とやらがなけりゃ動けない連中に何言われても気にしないよ私は。そんなことより船が出航しちまうよ。さ、早く行こう。ロニとジューダスの居場所が分かったのはいいけど、なんか肝心なこと全然聞いてないよな。リアラ、どこにいるんだろう。ここにいたんだ。帰る。今日は甲板にいたんだね。俺ずっと上ばかり見てたよ。 あのさリアラ、聞きたいことがあるんだ。君はここが10年後の世界だってことも、神様がいるってことも全部知ってたんだよね。ええ。ってことはさ、リアラはもしかしてもともとこの時代にいたってことなの？ええ、そうよ。やっぱり。ごめんなさい、ずっと黙ってて。ああ、いや、責めてるわけじゃないんだ。たださ、ちょっとびっくりしちゃって。だってさ、そうだろ？未来から来たことを知り合いになるなんて考えもしなかったからさ。あのさ、じゃあエルレインもやっぱり。カイル。え？ごめんなさい、それ以上は言えないの。だから。あ、うん、わかった。ここにいたんだね。もうすぐチェリクに着くよ。
降りる準備しておきな。うん。ところでさ、リアラ、あんたもしかして二人の聖女なのかい？やっぱりそうかい。名前を聞いた時にもしかしてって思ったんだけどさ。お願いナナリ、このことを。帰るには黙ってろって？別に私は構わないよ。ありがとうリアラ。あんた、まあ私からとやかく言うことじゃないね。先に部屋に行ってるよ。早く降りておいでね。できればカエルには知られたくない。でもきっといつか知ってしまう。その時私は。ほつれた服の穴一応作ろっといたよ。あ、すっごい綺麗に穴が塞がってる。ほんとだ。へえ、ナナリって裁縫とかできるんだね。私が裁縫できることがそんなに意外かい？あ、いや、そういう意味じゃ。わかってるよ。私らの村では自分のことは自分でするってのが常識なのさ。だからみんなこれくらいのことはできるようになるんだよ。あっちー、カルバレイスの人ってなんでこんなとこに住む気になったのかな。おやおや、あんた歴史の勉強サボってたね。天地戦争は知ってるだろ。その戦いで負けた方が私らのご先祖様天上人さ。そんでもって負けた天上人は暑いばっかで痩せたこの土地カルバレイスに押し込められたってわけ。それでこんなとこに住んでんのか。それにしてもカルバレイスって暑いとこだよな。そうかい？今日はこれでも涼しい方なんだけどね。私たちついこの間まで雪国のファンダリアにいたから余計にそう感じるのかもしれないわね。あそこから直接飛ばされたロニとジューダスはきっとびっくりしただろうな。私も倒れてるあいつらを拾った時はびっくりしたよ。このカルバレイスであんな厚着してるバカ見たことなかったからね。10年後の世界か。ねえナナリ、カイルっていう英雄の噂聞いたことない？ないね。あっちゃー、何やってんだよ10年後の俺。いや待てよ、もしかしたら英雄になったのをきっかけに名前を変えたのかも。きっとそうだ。うん、そうに決まってる。何これ、なんか自分の世界に入っちまったみたいだけど。大丈夫、そのちょっとした病気みたいなものだから。スタンジュニアは、あ、ちょっとダサいか。デュナミス将軍とか、もう一歩かな。デュナミス王とか言って今や一国の主になってたり。いや、でももしかしたら。あっちちちちあっち。変だね。確かにここは暑いところだけどこの熱気は異常だよ。とにかくもう少し進んでみようか。増水してる。橋が水に飲まれてしまっているわ。なんとか渡れないかな。あっちー！あった！ダメだ！歩いて渡るなんて無理無理。ねえナナリ、カルバレイスじゃこれが普通なの？いや、これはちょっとおかしいね。この川は普段はほとんど水が流れてないんだ。それにこの温度、これじゃまるで熱湯じゃないか。ともかく原因を調べないと渡れそうもないね。川の上流へ行ってみようか。遠回りになるけど仕方ないか。
リアラ、大丈夫？ええ、なんとか。